ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくりハイキングへようこそ。おい、大台ヶ原ってどこにあるか知ってるか？知ってるよ。大台ヶ原は奈良県と三重県の県境にある標高1695メートルの山だよ。霊夢、よく知ってるな。日本の秘境100選にも選ばれている、紀伊山地の秘境だぜ。標高が高いから、人口が多い平野部よりも紅葉が早くて、紅葉スポットとしても有名だよね。霊夢よく知ってるな。そうだ、だから今回は10月中旬の大台ヶ原の紅葉をご紹介するぜ。ここは絶景スポットとして有名な大蛇蔵だよね。大蛇蔵は標高差1000メートルの渓谷に張り出している絶景スポットだぜ。世界遺産に登録されている大峰奥が華道を見渡せるね。ここは見渡す限り山だらけで、紀伊山地の山部がさを実感できるぜ。昔から、山伏が修行する神聖な山地だよね。日本の初代天皇って言われてる神武天皇もここに安らしてて、神武天皇の銅像が立ってるんだぜ。そうなんだ。当時の都があった橿原市から、歩いて大台ヶ原まで行くくらいだから、相当な見客だね。そうだな。今と変わらない紅葉も見たんだろうな。そう考えると感慨深いね。今日はこの辺で終わりにするぞ。ご視聴ありがとうございました。